はい、というわけでやってました丸川ジャイ君のイケボチャンネルです。今日はですね、こちらの鬼滅の刃ホロカネ城からなんだっけ、脱出だっけホロカネ城からうんたらかんたらを、やっていきたいと思います。パート3ですね。はい、それではですね、昨日の続き、やっていこうと思うんですけど、昨日はですね、忍さんとカナオとなんか合流して、で僕がですねお祓いのそのできる人らしくてですね、まあそういうやつです。あー、びっくりした。おいおい、これ逃げた方がいいんだよね。できねえ。中やん、青い彼岸花。なに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 、これ何やろ。あ、青い彼岸花。はい、なるほどね、こうやってやんのか何これと思ったら、そうだ、これタイピングゲームだったわ。戦闘結果から抜け出せませんが、戦闘結果から抜け出せ、あれ？ん？戦闘結果、戦闘結果から抜け出せ、ああ。はい、抜け、長いな、戦闘結果やたら。こっちは？あ、何もないのね。で、こっち行って、まずはこの辺りから調べよう。は？調べたやん、今。え？あ、こっちの方ってことか。あ、来た来た。これで、こっちの方はいけず。ここ何なんだろうね、この空間は。いやん、びっくりする系ね。これあれじゃない、皿の破片とか手に入るじゃない。うん、手に入んないね。真っ暗だな。これ以上、この暗闇を見つめるのはやめよう。これはもしかして、もしかすると、ほら！あれ、死んだ！嘘！終わっちゃった。もう一回入れますじゃん。もう一回。ああ、なるほどね。そういうやつもあんのか。ね、いや、言ってたからね。確かにね。じゃあ、あそこは何回もやっちゃうと、クモみたいなやつに食われちゃうみたいなね。感じが。じゃあ、こっち行きます。何？まずはこの辺りから調べよう。調べたやん、もう。もう結構調べたやん。鍵がかかってる。もう調べ、え！悪霊とは戦っちゃいけないって言ってたよね。でもこれ戦わない方がいいんだよね。逃亡しましょう。はい。日輪と、あれ？はい。これで終わりだそうです。まあ、逃げても、あれですね。薬物じゃねえ。薬草はなんかもらえるらしいから、まあ、いっか。ここは鍵がかかってるのね。とりあえずさ、伊之助と俺一緒に行動してるから、伊之助のね、あ、なんだっけ、お面、かぶり物ちょっといただけたらいいなって感じですね。さあ。これはこっち行くべきかな。これまだ鍵かかってるかな。大きな岩が道を塞いでいる。もしかしたら、これさ、待って、あ？あ、あ、そうか、俺一人で行くんって言ってたっけ？あ、そうだ！伊之助とじゃなくて結局俺一人行動なんだわ。じゃあ意味ねえんだ。とりあえずじゃあ、あ、これちょっとイラつくなぁ。あ、逃げれました。じゃあこっち行きますか。鍵がかかってる。こっちは？鍵がかかってる。まずはこの辺りから調べよう。ん？今赤くパカってなったけど、何今のは？青い彼岸花。はい。なんか俺毒なってんだけど。なんで？そして戦闘結果が長いんだが。早く進みたいなぁ。あ。こっち行きまーす。だからなんでそ、もうもういいって。よし。俺結構探索したつもりなんだけどなぁ。もしかしてこういう隙間とか入れたりしないね。これか。あ、これか。文字は不思議だ。例えばネズミ。これなんて読むんだっけな、やばい、なんて読むんだっけこれ。まあ、あれでネズミは、こと、表記する。この文字を分解すると、1と量になる。文字は不思議だね。人間はとても頭のいい生き物だ。え？どういう意味なのかしら。てか待って、俺、毒、なんで毒なってんだろう。あ！想像ってのもあるっぽいわ。このさ、能力か？能力じゃねえわ。この技の想像で、はいはいはい！これで別ルート回るわけだ。はぁ、なるほどね。
じゃあ、伊之助にして石をバーンとかやった方がいい気はするんだけどな。あれ？でも、そうだよね。あれ？なんで、え、あれ？ここ通れたっけ？通れたっぽいです。鉄の茶釜が置いてある。ここは？花の匂いがする。あいつの痕跡が、見当たらない。他の大使たちに聞いても姿を見ていないという。どこに行ったんだよ、あいつ。あいつって誰だ？これは？この坊主が屏風に上手な坊主を絵を描いたっていう感じのやつは？これを、能力で、能力じゃねえ、技で、想像で、伊之助に変えたりとかもしてみましょうか。こういう細かいところでなんか変わるらしいんでね。あれさっきの岩のところ行きたいな。そしたら個人的にだけど。あれ岩のとこ上か。この岩のところは、あ、無理っぽいですね。伊之助でもさすがにね。そしたらもう想像で、一応やっぱ人数が多い方が、わかりやすいと思うんで、ね、こういうのが。だからこっちで行きましょう。うん。ちょっとわかんねえな。あ、並び替えで、ねずこにしてみたりとかして。え、そういうわけでもない？いやー、ちょっと謎解き要素が多すぎて、ちょっと頭の悪い俺には。え？何かを手に入れたって言ってるけど。え、何手に入れた俺今。文字を書くのに必要な墨。墨手に入れました。ここも入れるようになってる。なんでだ？なんで？ねずちゃんは入れるの？ここに。あれ？鉢植えが置いてある。あいつの痕跡が見当たらない。他の体。わかった！これは、鏡になってるんだ。だから、これさ、どうしたらいいんだろうね。並び替えで、前逸に、したとて変わらんかな？並び替えで、炭治郎にも変えてみよう。鉢植えが置いてあっても取れないもんね。これはね、まあ、なんとなくわかったんだけど、村上さんなら取れるかな？取れねえか。したらどっか、だ、なんでここ入れるの？さっきまで入れなかったよね。得体の知れない何かがこの中をさまよってる。あれはダメだ。俺たち鬼殺隊の、日輪刀じゃ切れない。あいつを見つけなきゃ、見つけなきゃ、俺たちは全滅する。これから俺たちはあいつの手がかりを探しに行く。鬼殺隊ならわかる暗号を俺たちが、立ち寄った場所に隠しておく。俺たちが成し遂げられなかったとしても、これを読んでるお前たちの手助けになると願っている。あいつ。俺のこと？怖いこれ。急に変わるの怖いな。あいつって誰のこと？俺でしょ。察しろよ、お前だろ。だってお前しか倒せないんだから。不思議な巻物を手に入れた。はいはいはい。俺には無理だな。何が？なんかあんのかな？これで、俺たちじゃ壊しそうにないな。はい、じゃあ壊し専門のね、方がいらっしゃるということでね、壊していただきましょう。こいつは壊していいよ！おら！おら！ナイス！ナイスぶっ壊し。なんだ俺は！その3、四角には動物が入る。3、なるほど。ちょっと難しいですね、こちらは。猫ちゃんはいるな。体力を回復して毒消しいらないです。さす、え？悪霊が出現。これはさ、戦闘した方がいいのでは？日輪と、と、これでさ、もらえんじゃない？あれ？ん？あれ？あれ欲しいのにな、それ。古い本がたくさん並んでいる。でも、伊之助って本読めなさそうだけど、何かあったのかな？え？なんだよ、それ！なんだよ、それ！なんだよ！
なんだよこれは。わからんて。ちょ待って、なんでさ俺毒になってんの。もうこっち行きましょう。特に何もないんだが、こっちはダメだし。うん、この辺りから人の匂いがする。この辺りは善逸に任せよう。あ、ちょ、こういうさ、ヒントをね、俺によこしてほしいね。間違えた、村上じゃねえ。村上じゃない。確実に村上じゃ、善逸で、並び替えね。並び替えをしなきゃいけないってね。この辺りは善逸っつってるよね。これとかさ。あ、だよね。だって後ろにちょっとチラッと見えてるもん、なんかメモ帳みたいのが。やっぱそういうことだもん。ちょ、これ並び替えゲーだね。ちょっと難しいね。はい。細かいところ。はい。壊してください。で、見てください。ホトケーム。あ、じゃあ、ホトケ、引く、む、マイナス、何？ホトケから、だからホトケ漢字にして、ってことじゃね？そういうことっしょ。ホトケ、いになるでしょ？無をなくしたら、いになります。で、い、プラス、ひ、いひ、いひは、いひは何？か、かだ！化けるだ、化ける！俺、天才じゃね？で、ここもいけるな。ん？ここ壊せないじゃん。ここ壊せそうなのに一見。壊せないね。あとね、こいつもあれなんだよな。なっちゃってんだよね。よし、行こう。はぁ。これが分かったところでなんだよね。これさっきあったじゃん。これ化けでしょ。化けでいいってことでしょ。四角の中には火が入、火が入るってことで。ちょっとね、これが、猫がすごいさ、ペットボトルのキャップで遊んでんだけどさ。なんかねえかな。人の匂いがするって言ったからさ、善逸にしてみようか一旦。あ、マジか。で、あれ、なんもないな。あれ、来た！てん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 。もしもーし。あ！ひ！ひゃい！お、驚かさないでよ。なんで俺怒られてるんだろう。あなたも鬼殺隊？そうですけど、そっか。こんなところに隠れてて、窮屈じゃないですかね。窮屈に決まってるでしょ？何をあんた、喧嘩売ってんの？心配してんのになんで喧嘩売られてんの？俺。心配してる風に聞こえないわよ。心配してんの？弱い者なりに心配してんの？知ってるわよ。一緒に行動してた。エイシ？エイシって読むのかな、これ。もう、臆病者だから。だから、あんた見てるとイラつくのよ。臆病なくせに、頑張りすぎてこっちはハラハラしっぱなし。何が言いたいんだ、この人。あんたちゃんと生き残りなさいよ。あ、うん、うん。ありがとう。ここにいるのも窮屈だわ。どこか安全な場所知らない？それなら、お札が貼ってある部屋が今のところ安全な場所になってるよ。そう、ありがとう。ちょっと怖いけどそこまで移動するわ。うん、気をつけて。終わり？え？終わり？え？これ行ってみる？あ、いた！あんたまだ無事だったので、この調子で最後まで生き残りなさいよ。え？は？は？それで終わり？なんだよ、なんかくれんのかと思った、俺は。期待して損したわ。ここはもう、あれなのか。で、こう、下は？下鍵かかってるでしょ？ちょっとネズちゃんにしてみましょうか。ネズちゃんにちょっと並び替えてみましょう。なんかネズ子ならできることがあるかも。倒した悪霊の数は0体。は？それだけ？ 1 の鍵。あれ？鍵あんのかよ！どこの鍵手に入れてたの？俺。ちょ、わかんねえ。急に手に入れてるじゃん、俺、鍵。もう、ここ？どこなんでしょう。俺の体格じゃ無理そう。あ、はい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 。じゃあ、これで、ねずこにして、みますか。
ねずこにしてみます。ねずこちっちゃくなれるから、ほら来た。さあ天才ねずこ、え、いた、いた、なに、なにそれ、全回復やった、いた、なに、なに、なにそれ、なにそれ、いた、なに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 、痛いんだけど、これ何パー減ってんの俺わかんねえんだ。とりあえず全回復いっぱい使えるから全然いいけど、いて、なんだよこれこれはなんだこのミニゲームは。とりあえず全部開けろってこと。奥になんかある。え、俺の被り物どこだ。あったの、猪之助の被り物こんなとこにあったんだ。へえ、なんかさ、すげえさっきからただダメージ食らってるだけなんだけど、これ、これは何、何手に入れた今。ちょっと後で、後で確認しよう。なんか本当にさ、その走るのが癖になってるからさ、その分からんのよね、その一瞬しか出ないからメッセージが。ねずこ、それって猪之助の、あーほらね、飛んだでしょ。ちょっとごめんなさいね。で、ちょっと道具は、あ、2の鍵が手に入りましたね。で、これとか、いけましたね。なにこれ？は？読めねえよ、ああいう漢字は。難しくて。消えてる沖安藤に火を灯すには、炭治郎、善逸、猪之助、村上の誰かで調べよう。はぁ、なるほどね。はいはい、オッケー。そしたら、これ、変えましょう。あれに。善逸じゃない、猪之助に変えましょう。猪之助に変えてさ。どこかに置いておこう。どこかに置いておけばいいんだ。なるほど。これで、はい、こうして。置けねえじゃん。あ、ここに置いとくのかな？こういうとこに。灯せ。灯してるよ。ああ、こっち？え？灯して？あれ？灯して？あれ？あれ？沖安藤は俺がなんかやればいいって言ってたよね。ほんと、俺バカかもしれん。今更だけど。気づいてしまった。俺はバカかもしれん。え？灯せって言われたよ？灯そうって思ってんだよ。待ってね。消えてるやつには、あ、誰かでだからか。俺じゃなくて、並び替えで、善逸の可能性もあると。俺、これさすがに俺じゃね？ちょっと出番少ないもんな。俺っぽいな、これは。はぁ？俺でもねえのかよ。猪之助？猪之助？猪之助でもないじゃん。どういうこと？わかんないんだけど！もう、わからないわ！これ。え、ほんとにわかんない。お手上げなんだけど、これ。お？誰かいますか？え？ひ！あ！すいません。あ、お前、鬼殺隊か？はい、鬼殺隊のかまど炭治郎です。そっか。ここに迷い込んでる大使が何人いるかご存知ですか？俺は同期と一緒にここに迷い込んだんだ。今はチリジリになってるけど、4人で行動してた。俺はエイジか。で、同期はビワ、シー、デイの4人だ。まだ他にもいるかもしれないが、俺は臆病だからここにずっと隠れして力になれなくて、悪い。いえ、4人でいるというのが分かっただけで、ここだといつ見つかるかも分からないので、安全な部屋に、避難していてください。安全な場所なんてあるのか？はい、お札が貼ってある部屋が今のところ安全な場所になってます。わ、分かった。ちょっと怖いけどそこまで移動するよ。他の3人の探索は俺たちに任せてください。あ、頼んだよ。ということで、やっとちょっと進展、こう来た！なんか進展に進展を重ねられたんじゃない？もしかして、今。ちょっと、食いつかれたよ。なんかね、炭治郎は、そう、この能力っていうのがあって、ほら、探索能力が高く探し物が見つかりやすいっていうのがあって、なんで、
はい、そうなんですよ。そうなんですよ。でちょっと一旦持ち運びできそうとか言ってからさ、これどうすりゃいいんだ。想像で村上に変えて持ち運びできそうではあるけどできないのかい。結局伊之助は伊之助に変えてもダメなのか。え、持ち運びできそうだったら塩。並び替えで禰豆子にしてみる。禰豆子もダメ。間違えた。善逸。ああ持っていこう。なんで善逸なの。ここで善逸なんだ。炭治郎持てよ、自分で。なんだお前、嫌なやつだな、なんか。普通に、そう、ここに置きな。置こう置こう。置いて置いて。あれ取れなくなった。そう。で、あとはこの花瓶みたいなやつをどっかで探しゃいいんだな。で、あと善逸じゃなくて炭治郎が、その探し能力に長けてるということで、ちょっと細かいところ、こういうところとか探していこうかなと思いますわ。お！この辺りから人の匂いがする。この辺りは伊之助に任せよう。よーし！ちょっと、いいんじゃない？間違えた。こう想像で伊之助。これ木の、木を揺らすとか、あ！どこかの鍵を手に入れた。鍵手に入れたんだね。この辺りは伊之助に任せようっていうから。あ！キャー！うお？な、何をあなた、敵？あいつらと同じ化け物？誰が化け物だ？父なし！父なしなんて言うの？ひどい。父なしとは何よ？人が気にしてることは言わないでよ、バカ！気になるな、どんなビジュアルなんだ、この人は。本当のこと言って何が悪いんだ？やんのか、こら！やんないわよ！あいつらに見つかるでしょ？は？あんなのにビビってんのか？弱味噌野郎だな。怖いわよ。当たり前でしょ。鬼と戦う、弱いのに、蹴れない奴の相手なんて、普通の神経してる人間だったら誰でも怖いわよ。その通りですよ。なもん、君も持ちようだろ。弱えなら弱えなりに考えりゃいいんだ。考えても無駄だっつうなら、そこで首、この伊之助様の活躍をな。いや、やれるもんならやってみなさいよ。階級下の方のくせに、やってやら。ということで、終わり？あれ今の人は何だったの？まあ伊之助に任せようとしたから、まあ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 。で、あと、あ、くそ。よし。で、あとはあれですね、さっきの鍵を見つけたんで、どっか開けられそうなんだよね。あーもうなんかすげえ引っかかんなー。ここはまだか。この奥は？ここはダメそうですね。あ、三人になってるわ。よかった。みんな大丈夫だろうか。やれるもんならやってみなさいよね。はい、よかった。あと一人だね。あと一人どっかで見つければいいっていう話ですね。そしたら、ここか。あと入れなかったのは。あ、伊之助の被り物回収したかな。え、伊之助の被り物はどこに？あ、あるよ。どこかに置いておこう。どこに置けばいいんだ？お！そこか！ああ、オッケーオッケー。うん。やっとだよ、もう。結構迷ったんだから、もう。うおー！俺様の被り物！よーし！これでさっきの入れなかったところに入れるわけだ。よーし。ちょっと一応あれだな。回復しとこう。回復じゃねえわ。セーブしとこう、ここでな。一応怖いからね。にゃんこ泣いたわ。にゃんこ泣いちゃった。はい。オッケー。え、待って、めっちゃ時間かかってね。今40分くらいやってんだけど、俺。じゃあ、ここ入ったらもう終わりにしようかな、今日はね、とりあえず。お。ちょっと探索します。はい。俺はずっとここにいる。だから知ってるよ。ここから抜け出す方法。詳しく知りたいなら、隣の払いがあるよ、レミナ。ここから抜け出す方法、それなら知ってるよ。前にも君と同じように客人がここに来たから。本当にここから出たいの？はい。そっか。出たいなら仕方がないよね。抜け出す方法は隣の張り紙を読んでみて。抜け出す方法を聞きに来たんだろ？僕に触れればすぐにそこから抜け出せるよ。え、怖い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 。え？一生鏡の中に住人になっちゃう。え？怖い！そういうの！終わった！
もうそういうエンドはいいって。ちょっとなんかもうこういう怖いのやめてよ本当に。今一人だからもう後ろになんか誰かいるんじゃないかと思ってきちゃった。もうやめて、もうこれ早送り早送り早送り、ふざけんなよ。よかったマジセーブしといて、もうちょうどいいわ、キリいいから、ここら辺でやめましょう。はい、ということでね、まあまた次回の動画でお会いしましょう。ごめんねちょっとグダグダで、まあ、次回はこういうことはないようにします。さよなら。